はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。今日はこちらですね。仮面ライダーゴーストゴーストチェンジシリーズ02武蔵ゴースト&エジソンゴーストセットと03仮面ライダースペクターと04ロビンゴースト&ビリジャキッドゴーストセットです。長らく置いてましたね。武蔵ゴーストとエジソンゴースト、あと仮面ライダースペクターはここにずっと置きっぱなしでした。はい、なかなかレビューする機会なくてね、開ける機会なくて、今回ですね、ロビンゴースト&ビリージャキッドが出た時にやろうかなと思ってたんだけど、これもタイミング外しちゃった。うん全部開けようかと思いますね。はい、なかなか3つ並ぶとすごいね。はい。武蔵ゴースト&エジソンゴーストセットとロビンゴースト&ビーザキッドゴーストセットには台座がついてるんですね。そうそうそう、言ってくれてありがとう。そう、台座がついてますね。だから飾っておけるね。じゃあ早速開けていきましょうか。はい。はい。おしょー、おーっとっとっと。エジソンと武蔵と。ガンガンセーバーもいっぱい入ってる。よいしょ。セクター。はい、じゃあ好きだ。よし。じゃあはい、ということで全部出してみました。はい。こちらが武蔵ゴースト。はい。こちらがエジソンゴースト。はい。こちらがロビンフッドゴースト。はい。こちらがビリーダーキッドゴースト。はい。そしてこれがスペクターだね。はい。はい。前にねアイコンを置いてみたんでわかりやすいかなと思って。そうだね。うん。でそれぞれね武器がいっぱいついてたね。うん。まずはこちらの武蔵ゴーストだね。これこんな風になってるんだね。ちゃんと劇中みたいに一応こう剣で攻撃できるような感じになってるな。柔らかいからね。で後ろにするとこれで変身できる。あ、そうだね。でこの武蔵にはガンガンセーバー二刀流モードがついてる。そうだね。これ裏側にするとさ、なんかくっつきそうな感じだけどくっつかないね。そうだよね。はい。そしてこちらがエジソンゴーストだね。エジソンゴーストもまあ同じ感じ。はい。くっつましてここにくっつければ変身。そしてエジソンゴーストにはガンガンセーバーガンモードがついてるんですね。そうだね。こちらがロビンフッドゴースト。これも武蔵と同じようにこれを後ろにするんだな。きっと変身するときね。これにはガンガンセーバーアローモードがついてるね。そうだね。はい、ゴースト系最後こちらがビリーザキッドゴーストだね。これ長袖なんだよね。変身しても長袖みたい。はい、そしてバッドクロック10モードとガンガンセーバーライフルモードがついてるね。そうだね。はい。それで最後にこちらが仮面ライダースペクターだね。スペクターゴーストとスペクター本人とガンガンハンド。ガンガンハンドすごく長い。長いね。両手持ちもできそうだね。はいはい。それではですね、ゴーストチェンジシリーズとアイコンが6個ありますので、これで3つずつ変身させていきましょう。このねゴーストドライバーを使ってね、ゴーストドライバーのこの変身を鳴ってる間に変身させるというのをやっていきましょう。そうだね。武器も持たせなきゃいけないからね。はい。結構そう時間制限あるからね。交代交代ずつやってどっち先にやるかじゃんけんしましょうか。最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。どうしようかなパパ。じゃあパパ後にする。はい、分かった。じゃあじゃんが最初ね。では早速やっていっていいですか。いきますよ。じゃあ俺から。じゃあいくよ。はい。時間制限ありますからね。はい、スタートした。間に合うか？意外と間に合わない。間に合わないね。難しいね。武器も足せるのが相当時間かかる。そうか。でもまあなり終わって数秒して出来上がったかな。はい。出してくださいちゃんとね。はい。俺魂完成。はい。次はじゃあパパだね。パパが武蔵ゴーストにするわけだ。あ、この時点で飛ばしていい？あ、嘘。超剣豪。ああ、間に合わなかった。難しいな、そうだね。ということで武蔵できました。もうこれめちゃくちゃかっこいいよ。そうだね。これ一番かっこいい。そうだね。すごい。一番っていうかまだ一つしかやってないけど、すごいかっこいい。うん、そうだね。うん、後ろ姿もいいし。うん。さあ行くぞ。うえ、あ、行かない、行かない。これ短い。短かった。短い。これは短いね。うん、はい、ということでこちらがエジソン魂だね。うん、はい、これもいいじゃん。うん、うん、でもこのね、肩のところがすごい難しい。そうだね。うん、ちゃんとはまらないかな。うん、後ろはこのような感じになってて、この尻尾みたいな、これ、うん、雷型になってるね。うん、いいじゃん。うん、いいね。よし。あ、ダメか、ごめん。スタート。はい。ハロー、森で会おう。できた？あ、ちゃんと合ってない。ああ、惜しかったー。惜しい。はい、こちらがロビンフッド魂ですね。はい。ロビンフッド、顔がいいよね。うん、すごいかっこいいと思う。うん、ただこれね、両手持ちができない。うん、両手持ちはできるけど、なんか変だね。うん、ちょっと無理があるかな。両手持ちさせてみました。こんな感じだね。うん。どうしてもね、この肩の関係上、上向きにしかできないかな。まあでもいいけど。うん。後ろはこんな風になってますね。はい。ちょっとなんかベルトっぽい形になってるね。そうだね。じゃあちょっとハンデあげようか。これ取る時間をね。オッケー、いくよ。ふい。短っ。無理だね。無理だわ。無理だよ。難しいね。はい、こちらビリー・ザ・キッド魂だね、はい、これなかなかかっこいいじゃん。うん、カウボーイっぽくてね。そうだね、いいよ。で、両手持ちさせとようか。両手持ちね、はい、ライフル構えるって感じじゃないけど、まあとりあえず両手持ちはできますね。はい、後ろ側こんな感じになってて、これね、玉がいっぱいついてる。そうだね。はい、二丁拳銃だね。こっちがバッドクロック10モード、こっちがガンガンセーバーガンモード。一応二丁拳銃できる。そうだね。じゃあお願いします。まだ持ってたみたい。あ、ごめん、パパフライングしちゃった。ゴーストできたー。間に合った、初めて。顔もできてるよね。オッケー。ということでこちらが仮面ライダースペクターですね。いいじゃん。かっこいいね。でしかもやっぱありがたいのが関節が硬い。からポージングがね、ちゃんとできる。はい、こちらガンガンハンド、維新くんが両手持ちさせてみました。いいね。かっこいい。でスペクターの特徴は角が2本あることだね。はい、ということで。難しいな、この時間内に着せ替えるのは難しかったです。ちょっと思った以上に難しかった。はい、ということで今回は「仮面ライダーゴーストゴーストチェンジ」シリーズ020304でした。ということで今日の動画がもし良かったなとか楽しかったなと思った方は是非高評価ボタンお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いしますね。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、なんか慣れてきたな。ここもう噛まずに言えるようになったよ。そうだね。よかった。A ちゃんもね、この前言ってたしね。パパ風邪ひいてた時ね。まだ可愛いから十分じゃないけど。はい、ということで今回以上でございます。バイバイ。